山本太郎君。はい、被災された皆様に心からのお見舞いを申し上げます。生活の党と山本太郎と仲間たち共同代表山本太郎です。総理お久しぶりでございます。本日の質問は7分、すべて総理への質問でございます。総理以外が答えた場合答弁とはみなしません。公平公正な委員会審議がモットーでございます。河野池委員長、ぜひお願いいたします。総理、まあ、たかが1年生議員でございますけれども、どうぞ質問に逃げず、最高責任者としてのプライド、責任をお示しください。お願いします。本委員会で私の質問に対し、総理はある国がジュネーブ諸条約をはじめとする国際人道法に違反する行為を行っている場合、そのような行為に対して我が国が支援や協力を行うことはないとご答弁されました。ではどのような行為が国際法違反に当たるのか、総理と検証してまいります。第二次世界大戦当時、国際法であるハーグ陸戦条約では民間人への無差別攻撃は禁止されていました。米軍による広島、長崎への原爆投下、東京大空襲、日本全国への無差別爆撃、国際法違反、戦争犯罪です。総理お答えください。違いますか、これ。安倍総理大臣。当然ですね、自衛隊が活動するにあたって国際法を遵守し、国際法上違法な行為に対する支援を行わないことは当然であって、ある国がジュネーブ諸条約をはじめとする国際人道法に違反する行為を行っている場合、そのような行為に対して我が国が支援や協力を行うことはないわけであります。このことは米国を含め対象国、支援対象国の遺憾により変わることはないということでございます。山本君。答えてないです。聞いてないこと答えないでくださいね。ハーグ陸戦条約では無差別攻撃禁止されてましたから、広島、長崎への原爆投下、東京大空襲、それ以外の空爆もすべてこれ戦争犯罪ですよね、国際法違反ですよね。安倍総理大臣。もちろん我が国としてはですね、原爆の方は投下についてはですね、人道上非道な行為であるということを、非道な原爆の投下ということを申し上げてきているとおりでございますが、国際法上のいわばこの視点についていえばですね、我が国としてはすでにサンフランシスコ講和条約を受諾をしているという立場にあるわけであります。山本君。進めます。総理、この方ご存知ですか。今、写真 を拝見して今、存じ上げないわけでございます。委員長。山本君。沖縄の辺野古で毎日座り込み講義を続ける86歳、文子おばあ、島袋文子さんです。今年3月、文子おばあが安倍総理宛てに手紙を書きました。沖縄県選出の糸数恵子参議院議員から内閣総務官室に託されました。総理お読みになりましたか。安倍総理大臣。その手紙についてはですね、拝見させていただきました。ご指摘のお手紙については拝見させていただいておりますが、手紙の中におきましては、沖縄における日本で唯一の地上戦が地上戦が展開され、多くの人々が貴重な命を失ったということ、いかに悲惨であったかということが記されていたわけでございます。またサンフランシスコ平和条約の発効以降も一定期間我が国の政権の外に置かれていたという苦難の歴史、我々はそれは忘れてはならないとこう思うところでございます。その中で戦後70年を経てなお沖縄に基地負担を、甚大な基地負担を背負っていただいており、その負担の軽減を図っていくことは政治家の政治の責任であると、このように思っているところでございます。山本君。手紙はいつ読みました。安倍総理大臣。膨大な手紙はいただいておりますが、その中でこれは総理にこれ読んでもらった方がいいというものをですね、事務方が整理をして私のところにコピーを届けてくるわけでございまして、いつ読んだということは正確ではございませんが、拝読をさせていただきました。山本君。得た情報と違うんですよ。内閣総務官室に糸数議員が託された、その後は総理に届かず防衛省に留め置かれていたんです。読んだの今日じゃないですか。
この話資料で入ってくるって言ったから呼んだんじゃないのかな。まあでも結局呼んでいただいたんだとしたらそれは素晴らしいことです。直接ですね、もう一度総理に対してですね、このお手紙をお渡ししたいんですけども、委員長お許し願いますか。お手元にも届いてますからね、コピーが。だからその必要はありません。委員長、山本君。はい、ダメ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 、与党側から声が飛んでおります。本日このお手紙コピーをですね、ご本人にもご了解を得て皆さんに配布資料として配る、そしてパネルに飾るということをしようとしたんですけれども、自民党側からもうとにかくダメだという話になりました。なのでその中で議事録、以前糸数先生がこの、お手紙をですね、外交防衛委員会でご紹介されたときに、残っている議事録を皆さんにお配りいたしました。その手紙のコピーを、皆さん、コピーではない、議事録を皆さんに、コピーをお手元に届いていると思います。それではですね、ここでもう一度代読していく、していただくわけいかないですかね。総理、ぜひ直接のお手紙をいかがでしょう。山本君に申し上げます。その件につきましても、もうすでに手元に配っているものを総理に読めということは、私はどうも道理にそぐわない話だと思います。その件については委員長としては拒否します。山本君。あれ、先ほどなんかやり取りありましたよね。石川政務官読ましたじゃないか。あ、そうですか。先ほども石川政務官に読ましたじゃないかって皆様が今言われてますけれども、それもダメ。わかりました。じゃあ先行きますね。はい、ここで時間を食うわけいかないので抜粋してお伝えします。島袋文子さん、70年前、地獄のような沖縄戦を経験された。15歳の時に火炎放射器で全身を焼かれた。大やけどを負った。人間の死体が浮いた水たまりの血の泥水をすすりながら生きながらえた人。この手紙の中で、沖縄戦で日本軍は沖縄の人間を守らなかったと書かれている。沖縄戦での日本軍と米軍の沖縄の人々に対する行為について、総理のご見解をお聞かせください。安倍総理大臣。沖縄におきましては、唯一の地上戦が行われ、そして多くの尊い命が失われたわけであります。我々はそのことを胸に刻みながら、二度と戦争の惨禍を繰り返してはならないと、こう考えているわけでございます。山本君。手紙の内容に戻ります。70年前の沖縄戦と同じように、沖縄県民の意思など問答無用とばかりに辺野古に新基地建設を推し進めるなら、沖縄にある全基地を撤去せよと私は言いたい。文子おばあはそうおっしゃってます。本日沖縄の尾長知事、埋め立ての承認を取り消す手続きの開始宣言されました。この戦争法案だけでなく、辺野古新基地建設も国民県民の多数の意思を無視して、法律を無視して強行突破ですか。いかがですか。安倍総理大臣。今工事を1ヶ月間停止をいたしましてですね、沖縄県側とお話し合いを進めてきたところでございますが、普天間基地はですね、まさに住宅地に囲まれた基地であります。この危険性の除去につきましては一致しているわけでありますし、その固定化は断じてあってはならないと、このように思っております。その点では一致をしておりますし、我々はですね、具体的に沖縄の基地の負担の軽減を一歩一歩進めていきたいと考えているところでございます。またこの普天間基地につきましても、辺野古にそのまままるまる機能が移転するわけではなくて、機能としては3分の1になるわけでありますし、15機の空中給油機はすべて岩国にも移転したのでございます。そしてまた同時に、今まではですね、約1万戸の方々のお宅に対して防音の措置をしていたところでございますが、辺野古に移ればそれがゼロになるわけでございます。また嘉手納以南の返還につきましてもですね、我々はしっかりと進めていきたいと思いますし、すでに西普天間住宅については、これ、返還がなされることは決まったわけでございます。そうしたことを一歩一歩ですね、進めていきたいと、このように考えているところでございます。山本君。はい、配布資料の1は朝日新聞、2、3は琉球新報に対して、で1はマイケル・アマコスト元米国駐日大使のお話。沖縄の嘉手納基地にこそ王冠の宝石のように重要で、海兵隊は重要でないとおっしゃっている。ミスター外圧と呼ばれた方が、辺野古の新基地の必要性がないことをおっしゃっている。そしておなじみ、ジャパンハンドラー、リチャード・アーミテージ様、対案があれば間違いなく米国は耳を傾ける。ジョセフ・ナイ様、辺野古を再検討すべきとおっしゃっている。いいんですか、言うこと聞かなくて、ここは。
本法案だけじゃなくて原発再稼働、TPP、特定秘密保護法、防衛装備移転などなど、全部第三次アーミーデージ内レポートに書いてある日本への提言、全力で実現しているのに、これ言うこと聞かなくても大丈夫なんですか、利権がまた違うのかな。続けます。2010年監視、グアムと北マリアナで環境影響評価を実施した。軍事基地と訓練所の場所となる考えを受け入れる。北マリアナ諸国連邦はどんな支援もする所存です。普天間大体おっしゃってくださってるんですよね。総理、新基地の建設直ちに中止してくださいよ。沖縄の海兵隊、キャンプハンセン、ホワイトビーチのみをローテーション基地とすればいいじゃないですか。普天間は速やかに撤去、代わりにグアム、テニアンの新しい訓練基地、日本の費用で建設する提案、アメリカ政府に当然すべきだと思いますよ。しないんですか。安倍総理大臣。まず委員にですね、利権という言葉については投票していただきたいと、何の根拠もなくですね、極めて名誉を傷つけるような発言は控えていただきたいと思います。そのことをまず強く申し上げたいと思います。そして同時にですね、この普天間の移設につきましては、例えば民主党において最低でも県外という公約をされたわけでありますが、3年間のですね、いわばこの政権を担っている中、間を通じてですね、この辺野古への移転しか道がないという結論にさまざまな案を検討されたと思いますが、ということになったわけであります。自民党におきましても長年これは検討してきたところでございますが、我々は唯一のこの普天間の移設策であるという結論に至っているところでございます。委員長、山本君。残念ながら民主党がちゃんとね、その北マリアの方々とお話をされてたんですよ。どうやったら留守するかってことを前向きに話し続けます。沖縄でもう一つ大きな問題あります。1951年理事会協議って言いませんでしたか、今理事の方々も。1951年最初に結ばれた日米安全保障条約旧安保、1年後それとセットで締結された日米行政協定、これ大問題なんです。その後新安保に変わった時に地位協定に変わる。でこの内容はどういうことなのかということなんですけれども、要は戦勝国である米軍に対して日本国内で好き勝手できる、すべてフリーハンドを与えますという超不平等なものだったんです、行政協定は。時が流れて1960年に新安保に変わり、その時に行政協定は地位協定に変わった。で何が変わったのって、表向きは占領色が弱まったような雰囲気だったけど、実はそのまんまだったよって、密約が裏で交わされていた。岸政権当時の藤山外務大臣、マッカーサーの米駐日大使との間で交わされた基地の権利に関する密約、公文書で明らかになっています。これね、地位協定変えなきゃダメなんじゃないですか。おじい様がやったことですよ。この国の主権を売り飛ばしたような売国条約になってるんです。これ中身分かってるでしょ。行政公用だからそのままになってるんですから。総理、変える気ないんですか。地位協定アメリカに求める気はないんですか。地位協定の変更を。バラエティより面白い。あのね、質問は何してもいいけどね、いいけど議会だから。だけど作法とかいろいろあるやろ。やっぱり作法がある。外国の条約もあるし、やっぱりね、作法を守れ。作法が考え、私のような不適切な発言をしてきた者がそのように思う箇所が多々見られる。これについてはですね、ごく私は理事会においてこの議事録をもう一度精査してそのようにさせていただきたいと思います。理事の皆さん、いいですか。よろしいですね。いや、山本太郎君、質問を続けてください。はい。売国条約という言葉にはちょっと皆さんの、物議を醸すような言葉があったと思います。そこは訂正させていただきます。すべての主権を売り渡しているような条約に対して、これを継続する、占領時代と変わらないものを今も約束し続けるというのはあまりにもおかしいと思います。総理、地位協定アメリカに対してこれ変えることを求めないんですか。安倍総理大臣。今文書においてはですね、今、山本委員が指摘された文書においては、政府として米国において公開されたとされる文書の中身について一つ一つコメントすることは適当でないと考えます。
米国も一般に公開された文書につきコメントを行わないものと承知をしております。また、地位協定についてはですね、事実上の改定とも評価される、今回ですね、環境についての、この地位協定についてのですね、新たな、これは協定、新たな合意を行ったわけでございます。このように一歩一歩着実に進んでいるところでございます。山本君。一歩一歩前進しているどころか後退していくというか継続しっぱなしなんですよね、占領時代を。やはりここを変えていかなきゃいけないと強く申し上げて、そして辺野古の新基地は必要がない、代替地もある、そしてアメリカの関係者でさえも必要がない、話し合えと言っている、そのことに対してぜひ耳を傾けていただきたい。そしてこの本法案は廃案しかないと申し上げて質問を終わらせていただきます。委員長、失礼しました。